まんまの感覚を素直に表現する喜びの人生、まんまみちょハッピーライフへ、カモン。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、 Oh my god。 笑うて笑うて腹から笑うてまんまの今を笑い飛ばしたってエブリバディ、チャライのに悟りおっぴろげ真理ドゥンズバドゥ真ん中、顎は曲がってるけども愛はまっすぐお前のハートにお届けします。チャララン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 チャラ悟りマスター、別名非常識超開運マスター、ヨッピータカピヨッピカータカピの三条だかんね、めめめめっていう感じでね、目がこれは論破っちゃったけど、その論破っちゃったけど待っててね、そんな感じで今日も愛するお前さんとのまんまみ超ハッピータイムを過ごしていこうかなっていう感じなんだけども、気づいた？これカメラ今日違うんだよねつってね、 iPhone 14 Pro Max 買っちゃったから、それで撮ってるよ、わおわお、性能すげえいいつってね、ソニーのカメラいらないかもしれない、売っちゃおうかなつってそんな感じで今日のねテーマと全く関係ないこと喋っちゃったけども、今日のテーマはまんまの自分のそのまんまの感覚を表現する喜びの人生、それをヨッピーはまんまみちょハッピーライフって言ってるんだけども、そういう人生にカモンしようぜっていうのが、まあ、いつもと同じで申し訳なんだけども、投げポーりたいテーマねつって、で今日の動画を見ると、そっか、ヨッピーが言ってる本音に素直に生きるってそういうことなんだっつって、で本音に素直に生きると、なんでね、なんで喜びの人生にシフトするのかなっていうところが深く深くプニ落ちて、お前さんはまんま道をハッピーライフよりより謳歌したくなっちまうから、神回をチキラッチョ最後まで見てねっちゅう感じで追っ始めていこうかね。感想がねひどくてね、むせますわっつってね、あのね、まんまのそのまんまの感覚をそのまんま表現するのがまんまの自分を生きる喜びの人生だかんねっちゅうことをいっちもいっちも言ってるわけでございますけども、それはどういうことかといったら、そのまんまの体の感覚をちゃんと見て、私は今どんな感覚のね、中で生きてるのか、私の、まあ、逆に言い方したら、私の中ではどんな感覚が生じているのか、それをキャッチーのして、その感覚のまんまにそれを表現して生きていくとすんげえ楽しくなるよっつってね。でなぜ楽しくなるのかっていうところなんだけども、逆にね、また今日逆にちょっと逆からアプローチしようと思うんだけども、体の感覚をそのまんま見て感じるっていうことをせずに、頭の声ばっかりにねかってしがみついてる人は感覚が感じられませんからっつってね。で本当は感じていることがあるのに、それをちゃんと見ていないもんだから、頭の方でインプットした知識や情報をもとに、こういう時はこういうことを言えばね、きっとなんか認められて幸せに生きられる、逆に言うと失敗をせずに人から嫌われずにね、なんか安牌で無難に生きられるんじゃねえのっていうね、それのもとに生きちゃってるわけよね。そこからシュワッチね、シフトして考えてる自分じゃなくて感覚の自分とつながってあげる、そんな難しい話じゃないのよこれはね。例えばさ、テレビのグルメリポーターみたいな人いるじゃないね。あれは仕事柄、うわこれまずなんて言えないじゃん、食べてさ、うわこれまずみたいな、くっさみたいなね、言えないでしょ。仕事上やっぱり美味しく美味しいって言ってさ、宣伝してあげなくちゃいけないのがその人のジョブなわけでしょね。それがすげえわかりやすい例で、まあそれはまあ仕事だからまあしょうがねえって、まあ横に置くんだけども、仕事でも何でもないのにさ、まあ、仕事でも俺は嫌だけど、それはもう一人一人の自由だからいいんだけどさ、選択は。お前さんさ、じゃ例えばなんかラーメン食べ行って、ね、ラーメン美味しくないのに、自分に一生懸命、美味しいよ、これ美味しいよ、800円も払ったんだから美味しいよって思い込ませるのか、美味しくなかったんだったら、その美味しくねえな、みたいなね、そのくっそまじいわ、みたいなね、言葉も良くないかもしれないけど、でも、素直に自分にハートを広げて、その感覚を表現する人生、どっちがいいね。それもその人その人の選択だから、正しい間違いなんてねえの。ただヨッピーがお伝えしてるまんまみ超ハッピーライフっていうのは、
そのまんま感じていることを素直にキャッチしの、アウトプットしの、ね。感じているまんまの表現をそのまんましていく。まんまの私、まんまみーをそのまんま表現する喜びっていうね、楽しさっていうのを感じているのが、まんまみー超ハッピーライフってことをさ、くっちゃべらせてもらってるわけだから、ね。だからこそ、このまんまみー超ハッピーライフを生きたい人は、まずは大前提として、自分の体の感覚に意識を向けてねっつってね。で、美味しい時はうわ、これってこれってこれで、あ、美味しいよねっつってね、別に言葉がボキャブラリーが足りなくてうまく表現できなくて、別にグルメレポーターになるわけじゃないからさ、そんなにいろんなさ引き出しを用いて表現できなくても、うわうまいなって心の底からさ言うてごらん、楽しいよっつってね。その言ってることを今度は自分だけじゃなくて人にも伝えてごらん、喜びが伝わって循環して自分に返ってくるよっつって、これマジバラだかんねっつって、こんな簡単なことなの。ただ頭が優位で頭のバランスがね強い人は、いやこういう時にはねこういう風に言わないといけないんだっつってね、ダメだダメだダメだっつって自分の本音の素直な体の感覚を抑え込むようになる。でこの抑え込むのがひどくなると病気になりますせっつってね、病気になって本当はこう感じてるっていうところをね、体は病気になってね、体というか命の力が病気を起こしてお前さんに素直に生きてえなって伝えてくれてるわけ、素直に生きてくれよなって伝えてるわけ。ただそれがね、素直になればなるほどに元気、病気じゃなくて元気になって、どこまでもわおわおわお楽しいねっつってね、こんな感じだよ、こんなあんな感じだよってね、料理だって美味しいものばっかり食べれるわけじゃない、まずいもの食べた時はまずいねっつってね、うちも奥さんとうまいものはうまいねっつってね、いまいちだった時は犬いまいちだねっつってね、お互いにシェアし合うのはやっぱりそのまんま素直に生きる喜びじゃねえのっつってね、言うと、あ、あんてなっちゃった、妻がね、妻が喋りすぎて妻が出ちゃってさ、優等生ぶって、ね、こういう時にはこういうこと言おうみたいなね、こういう人間であろうみたいな、まあ、それも別に無駄じゃねえ、目指すのは無駄じゃねえけども、これからの時代は、まんまみー超ハッピーライフの時代だから、感じてるまんまに、そのまんまに素直に自分を表現する、そして人と繋がっていく本音から、そうすると、わお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 っすね。一人一人の一人一人の人生は違うから、みんな自分というね、孤独な人生を歩んでるんだけども、うん、噛んできたね、つってね、一人じゃないんだな、つって、ね、一人じゃないよ、つってね、まんまみーでほら一つになれる、ふーん、つってね、これヨッピーのオリジナルソングの一番最後の締めの部分だけなぜか歌っちゃったっつってね、今度このチャンネルでも PV 撮ったらドカンと発表するから、まんまみーの歌聴いてあげてねっていう感じで今日の動画をまとめるけども、そのまんまの感覚をキャッチしてうまく飾ろうとせずにね、もちろん表現力はどんどん磨かれるからさ、勝手にね、それはおしゃべりだけじゃなくて人によっては歌だったりとか、人によっては料理だったりとかね、いろんな人によってはその接客とかさ、人によってはなんかいろんなね、いろんな表現の仕方はもうこれ全て表現だからさ、この宇宙っていうのはね、それをそのまんま表現してその表現力を磨いていくっていうこと、まあ、勝手に磨かれていく、もう夢中になっちゃうからね、そういうことを見つけ出したやつっていうのはもう勝ち組だよねっつってね、勝ち負けじゃねえんだけども、そこをあえて超えた、勝ち負けを超えた勝ち組だよねっつって、お前どう？勝ちたい？勝ち組になりたい？ね、じゃあまんまみー超ハッピーライフ行きたいなよっていう感じで、まんまみー瞑想会をやっております。まんまのそのまんまの感覚をキャッチしてね、キャッチしたらもうそれを表現せずにはいられなくなるね、こんなこと言わなくちゃ、あんなこと素直に表現しなくちゃ、ハートを広げなくちゃ、違う違う、そうしなくちゃねばならないなんていうのはもうポンって抜けて、もう感じちゃった以上は表現したくなっちゃうっていう、そういう喜びの最高の好循環の人生にシフトしていくから、どん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 ヨッピーと一緒にまんまみーまんまめして人生思いっきりエンジョイしていこうぜっていう感じでご紹介しちゃおうか。
オーマイゴッド、お前が神だぜ、お前の世界、お前の内、お前の現実を作ってるのはお前の意識、お前の認識だからねっていう感じで、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくな。すげえぜ、最近 TikTok とインスタフォロワーどんどん増えて、もうこのお前ごとチャンネルのフォロワー数超えちゃいそうけど、お前ごとチャンネル、お前ごとチャンネルで、こういうね深い話をねさらに一歩踏み込んでしていくから、お前さんね、今後もご愛顧よろしくねっていう感じでね、チャンネル登録、グッドボタンね、ぜぴぜぴよろしくして、よろしくして、友達にもシェアしてね、布教して布教してって、宗教じゃねえから大丈夫、布教とかって言わなくてって、そんな感じでバーイチャオ。iPhone14 すごい。はい、白黒の猫たちでございます。かわいいですね。なんですかこのくっつき方、なんですかこれ、なにこれ、月食、白いの黒いのが覆って、何これ、日食月食、ね、以上でございます。